ペットボトル買ったから、またこれペットボトルね。ペットボトルが、ペットボトルが、あるわね。ああ、これ、泡出るよ、これ。一気は無理だから、これ、さすがにね。炭酸シュワシュワするわ。無理無理無理、全部飲めないから、こんなんね、はい、こうペットボトルで、まあ、こう飲んでね、で作っていこうって話よ。でまあこれあるから、これはまあここにあるやつを一個ずつ加工していくか。おそらく一番簡単なのと撮影しながらだと思う。はまる、これキュッてきっちりはまるな。 OK、 あ、これはかなりいいわ。あ、これは最強じゃないのか。うん、分かった。 OK、 あ、これ密着度が非常に高い。うん、あ、これそのままでもいいんじゃないのかな。え、グッて、いや、溜めとくだけでもいいわ。これ、この黄色いやつ取りたい。黄色いやつ残しといてもいいんだけどな。ニッパンがあるわ。もう単純、一番単純なやつでこう、これだけ。心もとないから、こっから切って、うん、これでいい、これでもういいんじゃないのか。これはかなり、これはいいと思う。これでいいと思います。これでいいじゃないか。お、これで、これはいいな。これ結構意外にもうこのままでいいんじゃないかという結論が出ました。あ、関係ないな、これ蓋しといたら多少変わるか。はい、これで、あ、もうこれはこれでいいと思います。これ
で、あと中からこれ引っ張ってやるような構造を作ればいいから。ね。スパンって抜けないようにすればいいと。で、ここでこれは使ってしまいましょう。ここでこう穴開けとけばいいでしょう。この辺で、あとでこれは換気しといた方がいいね。でこれ熱いやつをジュッて置いたりしたらダメだから絶対こういうやつの上に置く。はい、でこれで一応こうなったわけだ。あとはここにこういうね糸、釣り糸4号使ってるけど、もっとぶっとくてもいいと思うわ。釣り糸のこういう結び方で、あ、後でちょっとクローズアップして見せるか。そうすると、あ、先にこっちから通しとけばよかったな。まあいいか。これ容量が悪かった。ああ、さ、そうだ。本当はね、だからやり方としては、そう、これだからこう先に紐通しておくのよ、これ。なんだよ、まあでも一応これはな、一応解決しないといけない問題ですから、ストラグルしましょう。先に構造を考えとけって話よ、もうよ、俺。オッケー、イエス。これで、一応これでこうしてこっちからなんかで引っ張れば、とりあえず安定してね、引っ張ればいいけど、おそらく、最強なのは、まあ、これでこのままこう蓋しちゃってもいいよね。そうすると、まあ、抜けない。一応簡単には抜けない。これで引っかかってるからね。これが一つ。
間にゴムとか入れてもいいけど、まあ、これが一番単純だよね。まあせいぜいやるとしたらここに穴開けとくぐらいか、うん、横から通して上でギュッと固定する。まあそれがいいな。よしよし、うん、まあそうしましょう。これそうしないとこれ擦れるよな。オッケー、オッケー、オッケー。じゃあまあそう、あ、はい。なんで正しい作り方をもう一回やりますね、これね。はい。一応これで同じようにここに穴つけときゃいい。ここら辺にね。よし、ここに穴開けとけばいいです。高級な絵付き針じゃなくてもなんかそれっぽい針かなんかあれば、針かなんかあればちゃんと穴開くと思うんで、はい、こういう感じでね。はい、どうしたらいいんだ。こうしてこうして、いやここがまあいいか、これでいこうか。こうでもいいな。あ、まあでも一応これいっときましょう。両方開けとこう。ちょうど電気にさ、もう一個でこうしとくと、こう閉めた時に、この閉めた時にここでロックがかかると。 OK、 これでいけますね。おそらく大丈夫です。行ってみましょう。で事前にこの事前に通しておけばいい。これを多分これでいけると思う。これでこれぐらいの長さでいいか。ちょっとまあ無駄にしたくはないけど、多少は余裕を持たして、事前にこっち側通して、でこっちにも、こっちにも通しておくと。これね、はい、でそうすると、こっち動いてる。そうするとおそらく最もシンプルにできるはず。で普通はこれ酸欠にならないような穴を開けまくるんだけど、そうするとね、なんかかえってなんかこう効率悪いんじゃないかと。OK、ぐんぐんいってる。よし、これでいいだろう。1個が OK、ゲット。もう1個 OK、 これだ。これだ。見せながら OK。 こうこうしておくとおそらくいい。おそらくこれで機能するはずだ。おそらくこれで機能するはず。でこれをこっちに結べばいいわけだからね。さっきのやつだから、さっきのやつでいくとこ、これここのところにこれでしょ。いいはず。これでこれジュッてやってさ、ジュッてやってさ、
ここのところを2体にして、これあと後で見せる、これは後で見せる、これはね、テグスはなんかぬるいぬるい結び方だと、もうぬるい結び方だと簡単に外れるから後で説明します。でこう、でこれでこれでどうだという話で、こうしとくと、でこれ糸とかもね、これ糸くずそこら辺に捨てないでね、はいはい、でこうしとくといいんじゃないかとね。 OK OK。 でこうするとだな、こうすると一応この。するとほら、ね、まあ、ちょっとクロスしててもいいでしょう。中のテグスとか、まあ、まあこうこうしておけば、途中にゴムをかましてもいいんだけど、多分ゴムをかまさずにこれでこれで多分止まったはず。うん。分からんからこれ実践投入するけどね。これね、こうこんな感じ。まあ穴を開けといてもいいんだけど、目的はもうそこの目の前に見えてる魚をパッと捕まえてパッと持って帰ってくるっていうだけだからね。これでいいと思います。シンプルな構造がシンプルだしね。はい、あとまあ石とか中に入れといた方が多少重りにはなりやすい。これでいってみようかと。はい、1つ目はこれ、2つ目まあこれ、これでね、これ全部飲んでとかってこんな教授に無理だから、まあだから一応こういうのも準備しといて、ここにでかいのもあるから一応でかいのもやってみるけど、これここのところのね構造が少し違うから、そのさっきのやつみたいにはうまくいかない可能性もある。ちょっとやってみましょう。おそらくまあここだよね、ここのとこだよね。よし、こう切ったと。でここに対してこう、お、お、意外といけ、お、いいんじゃないでしょうかこれ。あ、ここの曲線キュッてなってて意外とうまくいけてる。あ、オッケー、オッケー、オッケー。あ、ギュッと詰めれば、お、いや意外と、あ、思った以上にうまくいった。これいいじゃん。これ。この構造でいいんじゃないでしょうかね。はい、はい。なんか、勝ち確定みたいな感じ。じゃあ、まあ、ここら辺から切ろうか。なるともういきなりブレが、あー、ブレブレ
破れ、まあ、自分が人としての生き方がブレてるからこう切る、まあ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 いいとしましょう。こうちょっととんがってるとことかを、まあ、切り揃えといて、ね、でもおそらくこれでいいんじゃないかと思います。これでカチャ、おお、いい感じの、あ、カチャッとな、おおおお、ここ、あ、ちゃんとここのところへこんでくる。オッケー。じゃあさっきと同じ要領でやっていきましょう。はい、ここのところにね。はい。うん、これは、まあ、どうして。火がこいつに当たると、これが溶けるという問題が起きますんで。これプス向かい側にプス、あ、上の方が良かったな。あ、いいか。ちょっと待って、調整できるように2箇所プスプス、これね、はい、OK、プス、オッケー、イエス。でもこれでさっきと同じ要領でやっていきましょうという話ですね。こうしとけばいいでしょうとね。でこの糸をね、釣り糸を、使って、糸は釣り糸もうない、釣り糸が、うわ、なんでこんな時に釣り糸がこんだけしかないんだ。まあいい、別のやり方で工夫してみましょう。はい、こういう時にパパッと工夫する。一応ここのところは中に入ってるものがガチャガチャ見えるとあんまりかっこよくない。これ出た、これ出た、そして出た、これ出た、これ出た。で、まあ、釣り糸使ってしまいましたが、いや実はね、私がプライベートで釣りに使ってる釣り糸っていうのは強度的にもう、このリール用のリールというか、リールに巻いてるこの釣り糸を使うことにします。これ私自分が釣りに使ってるやつだけど、まあまあまあいいでしょう。はい、一応これでも構造的に同じことができるはず。よし、これを生かすとするならば届かないでしょ、だけどまあいいでしょう。あ、そうか、まあまあもう2回継ぐことになるけど、まあいいか。はい、
から。はい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 。これはいい。手が中に入る。さっきのやつとは違う。これは手が中に入るから、内部の加工が便利。内部の加工は余裕でできる。そうするとだ、これで一応まあこういう風になるわけだな。あ、でもちょっとごちゃごちゃするから、ここのやつちょっと取っちゃって、あ、もったいないけどね、もったいないけど、あ、一応それ使うようにしようか。もったいないからな、ここについてやればいいだけやもんな。オッケー、オッケー、これで問題ないよ。これで問題ないよ。よし。オッケー。問題なしと、これを置いとくと。これこれで置いといて。カチャッとやった上にピッとこっちで引っ張っといて、これ引っ張ったところでこれでガッチリ蓋をしとけば、これで、わ、あー、ちょっとここ緩いね、ここが緩いね、やっぱそうはいかないんだ、ここはそうか、な、これはなんでそう言ってないかというと、途中で、あ、これ結び目が干渉してるわ、結び目が干渉しておりました。まあちょっと1からやり直しやな。はい、1、まあ、これあんまりね、これ手ぐの柄が出るのってあんまり好きじゃないんで、すっきり作りたいんだよね、すっきりすっきり作りたいのに、もうなんかゴミ出まくっちゃってます。一旦ここに入れといて、なんかこうやっぱ間にちょっとゴムとかかました方がいいのかなと思ってしまいますが、まあ最初は単純な構造でいきましょう。テンションかかった方がいいんだろうけどな。なんか考えたんでちょっとやってみましょう。まず ここはね、ちょっと構造が難しくなるから、まず独自にここはここで一つ確保、お、なんかOkay.
で、まあ、ここはこういう感じで確保しといて、ここはこういう感じで確保しといて、問題はここ来て引っ張った時のテンションかかるようにっていうのをちょっと考えたと。でその方法として、これで、まあ、分かりやすくするために、まあ、ここ結びますと、まあ、これ結びましょうと。あれ、ここ結んでおくと、まあ、これはこれでいいと。これでこうしといて、まあ、こうテンションかけるんだけどもね、間に、まあ、特にこの間に一回ゴムを入れときゃいいんじゃないのかなと思いました。まあ、特にここだよな、まあ、多分1個か2個でいいんだろうけど、まあ、ちょっと分かりやすくいくつもやると分かりにくいから、構造というか分かりやすくするために、一つここにゴムがあります。で、あってあるよね、これね、こうあると。で、これの長さを考え、うわ、長さ的にどうなんだどうなんだか分かんないけど、一応ここで、テンションがかかるように、ここでテンションがかかるような構造を一回作ればいいんでしょ。あのゴムを直接つないでもいいけど、それだとね、ゴムが、こんなゴムなんてブチって簡単に切れるから、ゴムが切れちゃったらもうこの先っちょがそのまま流れていって回収不能になると、まあ、なんかこう地球環境になんかやたらめったらこうプラスチックゴミを垂れ流すことになるんで、一応これでテンションがかかると、もうちょっと長くとってもいいか、これでテンションがかかる仕掛けになるんじゃないのかなと思います。でやってみましょう。まあ、これは、まあ、これはさっきのと違って点がまあここにスパッと入るから加工は何かと楽なので助かりますよね。でこうでしょ、ね、こう来て、これで中のあれを引っ張ればゴムで引っ張られて、ね、ギュッと引っ張っとけばゴムで引っ張られて、絶えずここにテンションがかかるようにするという、そういう仕掛け。ギュッと引っ張って締める。さあどうでしょう、うん、ちょっともうちょっとテン、いや、まあでもさっきより安定してます。さっきより、おお、さっきよりと、よっぽどめちゃくちゃすごいっす魚がかからない限りは大丈夫かと、ま、めちゃくちゃでっかい魚がかからなければ大丈夫かと思います。だからもうちょっとゴム前の方に持ってって、ここのところ、入り口のところにちょっと狭めてやれば、ちょっともう一回やってみるね。もう一回やってみましょう。だからここをもう少し短く詰めてしまえばいいんでしょ、ここに。段階詰めりゃいい。入り口ってその目的が、一応これあんまり説明してきてませんが、目的がね、そのちっちゃなこう研究に使う小魚を捕まえるためなので、逆にあの、はい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 、カメラの、カメラの都合でちょっと撮れてなかったから、はい、あの一応もう一回行くよ、もう一回行くよ、はい、あの、はい、これこういう感じ、はい、穴の数とか少ないけども、まあ、あのちょっと撮ってパッと引き上げる感じなので、もうこんなぐらいの、こんな感じの塩梅です。あのここに紐をつけてね、これドーンってこう深いところにドーンと掘り込むんだったら、ここにこう紐をつけておいて、これ長い紐でさ、こう
入れて待っといて、後からこう紐引っ張って引き上げるってやってもいいんだけど、今回はもうそういうことしないので、あのちっちゃい魚を取って、そこに住んでるそのちっちゃいのはどういう連中やとか、まあちょっとこれから研究に使っていけるような魚この辺りに住んでないかなっていうのをこう探すための、まあ小道具として作ってたんで、まあこんな感じでちょっとやってみましょう。まあ、この辺ちょっとね引っかかって嫌だなとかっていうんであれば、後でちょっと焼いてやってもまあ構いませんけども、まあまあ、あの自分たちが使う分にはまあこの程度でいいかなと思います。まあ、火使って炙ってあげてもまあいいんですけどもね、まあ そこまでそこのちょっと気をつけてやればいいかなと思います。なんかでこすってやってもいいと思うけど、まあ、これをちょっと実践投入していきましょうよという話ですよ。はい、じゃあね。